ダノンバラードをご紹介いたします。父ディープインパクト、母レディバラード、母の父アンブライドルド、11歳、初年の産駒は今年3歳です。本年より初掲揚となるダノンバラードです。タネーマ供用開始から国内で2シーズンを過ごし、海外へトレードされ、イタリア、イギリスで1年ずつ供用された後、日本へ戻しての供用となります。初年度産駒の血統登録数は25頭、その中からレベルの高い産駒が複数と現れました。まずはナイマワです。紋別競馬場でデビューし、認定競争を勝ち上がった後、JRA のコスモス賞に出走し、後に東京スポーツ杯で開幕なしで連帯するアバラスをねじ伏せての勝利、その後に挑んだ札幌ニサイステークスで連帯、勝ち馬の西野デイジーは後に東京スポーツ杯で重賞を連勝し、旭川でも3着に入った実力馬ですし、後に重賞の京都ニサイステークスに勝ったクラージュエリーに先着したことを踏まえると、素質の高さを感じていただけると思います。またウィンターヘルは同じく紋別競馬場でデビューの認定競争に勝つと、同泳のオープン戦を4勝し、2勝2着2回の連敗を外さない成績で北海道2歳入試に挑み、ダノンバラードに早々の入賞勝ちを送る結果となりました。 JRA でデビューした凱旋は新馬勝ちを収め、函館2歳ステークスでは行き足がつかず後方からの競馬となりますが、メンバー中上位の末脚で6着にまで追い上げて、スムーズな競馬であれば上位争いだったと思われる内容でした。皆様より来てまいります。失礼いたしました。この3頭が現れただけでも相当な確率と思いますが、地方では他に4頭の勝ち馬がありますし、中央でも勝ち上がりが近いと思われる産駒も見受けられます。今年から配合投手が増える可能性を踏まえると、将来が非常に楽しみになります。ダノンバラードの現役時代はラジオ日経杯とアメリカロッキーズクラブカップで重賞勝ち、皐月賞でオルフェーブルの3着、宝塚記念でゴールドシップの2着と素質の片鱗を随所に見せております。柔軟で良質な筋肉に加えて、長くに恵まれ、手先の軽さも兼ね備えた理想的な種だと思います。種付け料はフリーリターン特約付き、受胎条件100万円、出産条件が150万円でございます。どうぞよろしくお願いいたします。